ということです。殺すための発想、それが国を守るという発想なんですね。じゃあ憲法9条は何を守るんでしょうか。9条は人間性を守ります。憲法9条はうちの国だけが安心していればいいという偏狂な一国平和主義ではありません。憲法全文、英語にこう書いてある。我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。ここがイスラエルとの違いなんですよ。日本の憲法は自分たち日本人だけが安心して生き残ればいいってんじゃないんです。パレスチナの人もイスラエルの人もロシア人も中国人もみんな一緒に安心して安全に共に生きられる、そういう世界を作りましょうね。これが日本国憲法の精神ですよ。ここが違うんですよ。したがって憲法9条、日本人だけじゃなく世界の人々がこれを認めることができます。9条は国籍を超えて人類を守ります。したがって世界に普遍性を持つ。だから憲法9条なんかで国が守れるか言われたらこう言い返してやりましょう。憲法9条は国を守り、国を超えて人類を守るんだ。素晴らしい憲法です。思わず拍手したくなりますよ。世界が平和であってほしいというのは何も日本人だけが言ってるわけじゃなくて、200年以上前にですね、ドイツのカントという哲学者が永遠平和のためにという本を書きました。その中で彼はこう言った。人間の自然状態は戦争である。よって平和は創設されなければならない。つまりほっといたら人間は喧嘩する、国と国とは戦争をするっていうんですよ。まあ、200年前の話ですから。だから本当に平和になりたいと思ったら努力しなきゃいけない、そういう体制を作り上げなければいけないんだ。ほっといたら戦争しちゃうんだということを彼は言って、そしてじゃあどうしたら戦争しないような世の中になるのか、この道しるべも出してるんですよ。4つほど挙げましたけど、うちその1番目、軍隊を廃止する。これがカントの一番言いたいことだ。これがなかなか実現しなかった。その他の部分はですね、いろいろできたんですよ。国際調停機関というのは4番目にありますけど、国際連盟ができたし、国際連合もできました。軍隊を廃止するというのはしかしなかなか実現しなかった。それが初めてできたのが我が日本ですよ。世界の夢はこの日本で実現したんですよ。誇るべきことなんですね。なくと言ったってマッカーサーの押し付けじゃないか、アメリカの押し付けだ、こういう人がちゃいますよ。この日本国憲法9条の案を考え出したのはこの人です。紛れもなき日本人、秀原喜十郎。さっき話しましたよね、パリの不戦場やこの度に奔走した軍国心の時代の平和外交をやった外務大臣、それが彼です。この人が戦争中を失脚するんですね。軍国主義者によって失脚させられるんですよ。戦後彼は首相に返り咲きます。その彼が首相になった時に新しい憲法を作ろうということになった。その時に彼がこのアイデアを出したのが9条なんです。どこにそんな証拠があるのか。学校ではマッカーサーの教えだというふうに教わったという人はいるでしょうか。この人が憲法9条のアイデアを出したの、教科書持ってないですよ。どこにそんな証拠がある。国会図書館にありますよ。それも憲法調査会という紛れもない日本の政府の機関が出した。そこに証拠が載ってるんですね。国会図書館に行くまでもありません。今僕はお見せします。彼は9条をこうやって考えついた。文書で残しております。原子爆弾ができた以上、世界の事情は根本的に変わってしまった。戦争をやめるには武器を持たないことが一番の保障になる。つまり軍縮を可能にする方法は一つ、世界が一斉に一切の軍備を廃止することである。ここまで考えを進めてきたときに第9条というものが思い浮かんだ。今こそ平和のために立つ時ではないか。僕は天命を授かったような気がした。思わず拍手になりますよね。よくわかります。そして憲法で軍隊をなくす、つまり非武装を宣言するということは従来の観念からすれば全く狂気の沙汰である。だが正気の沙汰とは何か、武装宣言が正気の沙汰か、それこそ狂気の沙汰だ。世界は今一人の強人を必要としている。
これは素晴らしい狂人である。世界史の扉を開く狂人である。その歴史的使命を日本が果たすのだ。かっこいいじゃないですか。そこの後に押し付けということに触れてる。憲法は押し付けられたという形を取ったわけであるが、取ったんですよ、そういう形。当時の実情としてそういう形でなかったら実際にできることではなかった。これどういうことかというとですね、説明しますと、秀原はそういう憲法9条というアイデアを思いついた。軍隊を幕府というアイデアを思いついた。周りのしかし他の大臣はみんな頭こちこちの軍国主義者なんですよ。そういう人が周りの大臣として、いやでも総理大臣が言うんだからと言われますけど、まだ当時は明治憲法が残ってる時代なんですね。明治憲法のもとでは天皇のもとで首相も他の大臣もみんな同列なんですよ。だから首相がこういう考えをしてるからお前らそうしろという今の安倍とか岸田みたいなわけにはいかないんです。結局多数決になって彼の言う案はほしゃってしまう。彼はこの9条というアイデアをどうしても生かしたいと思ったわけです。そこで考えついたのが、僕はマッカーサーに進言し命令として出してもらうように決心した。一歩誤れば国賊の汚名を確保しなければならぬ。僕は元帥と二人きりで長い時間話し込んだ。全てはそこで決まった。これは1946年1月24日のことです。秀原は東京の GHQ 本部に行ってマッカーサーを3時間説得してるんです。3時間の説得に対してマッカーサーはどういう反応を示したか。第9条の永久的な規定ということに彼マッカーサーは驚いていた。僕としても軍人であるマッカーサーがすぐには賛成しまいと思ったので、その意味のことを初めに言ったが、賢明な元帥は最後には非常に理解して感激した面持ちで僕に握手したことであった。3時間でマッカーサーは秀原に説得されてるんですよ。でもやっぱり最後はためらうんです。なぜためらったの？考えてみてください。マッカーサー軍人ですよ。軍人から軍隊をなくすという発想は出ませんよ。市会議員から市役所をなくそうという発想は出てます。学校の先生から学校をなくそうという発想は出てきます。マッカーサーという軍人が軍隊をなくすという発想は出るはずがないんですよ。そこにそういうことを言われたからちょっとびっくりして、しかもためらっちゃうんです。ためらったマッカーサーに秀原は最後脅し文句を吐きました。ここが一番重要なところです。好むと好まざるに関わらず世界は一つの世界に向かって進むほかはない。軍縮を可能にする突破口は自発的戦争放棄国の実現を期待する以外ない。日本が今その役割を果たしうる位置にある。歴史の偶然はたまたま日本に世界史的任務を受け持つ機会を与えた。あなたさえ賛成するなら日本の戦争放棄は承認される可能性がある。歴史のこの偶然を今こそ利用する時である。日本を自主的に行動させることが世界を救い、アメリカをも救う、ただ一つの道ではないかと。そうですよね。このまま世界中が軍拡競争やってら、ソ連も中国もインドもみんな原爆を持ちますよ。そういう時に核戦争が起きたら、あなたの国アメリカは滅んでしまいますよ。それでいいんですか？そうさせないためにはどうしたらいいのか。まずどっかの国が憲法で軍隊をなくしますと宣言することです。それについて他の国がじゃあ私もなくしましょう。こうなった時に初めて世界が平和になり、あなたの国は本当に救われるんです。そうならない限りあなた方はずっと怯えて生活しなければなりません。アメリカを救うのかどうか、こういう決断が迫ったわけです。つまり秀原はマッカーサーを脅したんですよ。マッカーサーの秀原の今のアイデアのままならこの発想9条は生きない。これをマッカーサー経由で日本に定着させるということなんですね。マッカーサーが日本に押し付けたと。マッカーサーに押し付けたのは秀原です。秀原がマッカーサーに押し付けて、マッカーサーが日本に押し付けた。つまりマッカーサー経由で秀原が自分の国日本にこの憲法をもたらしたということ。頭いい人でしょ。こういう人がいた。本当にそれが実現しちゃったわけです。すごいと思う。日本ってろくな政治家はおりませんけど、ね、違いいわけですよ。ろくな政府の政治家ってあんまりこう注文にいないじゃないですか。野党とか、与党にはいないじゃないか。今日も捕まるのか、もか
金に汚い政治とか自分で金を儲けすることしか持ってないような奴らが今の与党を占めてますよ。こういう中でこの人は偉かった、日本にもこういう人がいるから誇りに思っていいと思うんですよね。でこれマッカーサーがですねちゃんと証言してるんですよ。マッカーサー回想記とか残ってますけど、ここに彼はこう言ってる。重原のその救助の案を聞いて私は腰が抜けるほど驚いたと書いてます。つまり彼が考えるわけじゃないですか。腰が抜けるほど驚いた。さらに彼はこう迎えて、重原は最後に、世界は私たちを無双か夢を見る奴らだと笑うでしょう、でも100年後には私たちは預言者と呼ばれますよと涙ながらに語った。その涙を見てマッカーサーは握手の手を出したわけですよ。こういう流れなんです。それをマッカーサーはアメリカの議会でもちゃんと証言しております。1951年5月、マッカーサーはアメリカの上院でこう言ってる。日本国民は世界中のいかなる国民にも増して原始戦争がどんなものであるかを理解している。彼らは彼ら自身の発意で戦争を禁止する旨の規定を憲法に書き込んだ。マッカーサーがちゃんと証言してるんですよ。じゃあなんでそれが日本では広がっていないのか、理由があるんですね。このマッカーサーが証言したその1951年、この年の3月に重原は病気で亡くなってるんです。だからマッカーサーの言ってることがその後文書だけであって彼の口から語られなくなっちゃった。しかも自民党は何どうしたかというと、その押し付けだという部分だけを国民にこう広めていった。誰が発案したかというのを全部写真してる。その結果九条というものはマッカーサーが考えついた。九条だけじゃ日本国憲法も全部アメリカの押し付けだ、こういう発想が広まってきてるわけですよ。で今の若い人はみんなそれを頭から信じ込んでる。若い人だけじゃない、我々だってそう信じ込まされて、僕だってそう思ってました。もうつい何年か前かにいろんな文書がこう出てくるまで、僕は本当これアメリカの保守だって思ってました。そうじゃないって初めて気づいたんですよ。そういう流れなんですよ。さて、時間は大丈夫なんだっけ、ちょっと心配になってきて、大丈夫なんですかね。2時55分ってあと10分しかないです。まだ半分しかいってない。